9名の新型コロナウイルスの感染者の発生が、6名の新型コロナウイルス感染者の発生が、そして午後5時4名の新型コロナウイルス感染者の発生が確認されたところであります。小樽市は先ほど昼カラオケのスナックに関連した新たな感染者を明らかにしました。最初にクラスターが発生した昼カラオケができるスナック A 店で客2人がさらに感染、またすでに感染している客の濃厚接触者1人が感染しました。さらに A 店の感染者が通っていた別の C 店の経営者1人も感染しました。現在国立感染症研究所から2名応援体制をいただいております。こういった中で改めて感染拡大の抑制には全力を尽くしてまいりたいというふうに考えているでございます。小樽一の繁華街花園を震源地とする感染者は19人に上りました。この辺りでは先日まで日中でもカラオケの歌声が響いていたんですが、今はこのようにかなり静かです。心配なのがこうした市内の感染が弱者に広がることです。4月から5月にかけて道内を襲った第2波では抵抗力の低い人が多い高齢者施設や医療機関にウイルスが侵入し、感染者の数はたちまち膨らみました。クラスターが発生しましたけれど、これまでなかったっていうところで行政の支援というのが、その助言というところでですね、ぜひもっといただけたら。今朝、小樽市保健所が開いた会議には市内の9つの高齢者施設の担当者の姿が。感染者が出た場合に施設同士で職員を融通し合うことなど対策を話し合いました。ちょうどそのご家族が昼からに行かれる年代なので、ちょっと今は面会はリモートだけなので大丈夫なんですけれど、この先解除するのにちょっと躊躇してしまうなとは思いますけれども、いつまで面会を制限していいのかな、合わせてあげたいなっていう反面、感染させられないな。小樽の観光にも波紋が。コロナ禍で観光客が消え、自虐的な PR ポスターで話題を集めたこの商店街。移動自粛の解除や来月から始まる道民割などを追い風に反転攻勢に出ようとしていましたが、やっと少しずつ、週末だけでもやっぱり人の流れがこう動き出してきている中だったので、この先その、観光客も含め人の流れの影響に出るのかなっていう不安は正直ありますね。やっぱりまだコロナは全然収束しないんだっていうのが、改めて感じさせられた。